おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの岡部五郎です。カモイのヒューラです。よろしくお願いしま す。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェ、マテリアル谷町の可能性を追求するために、配信している番組でございます。はい、今日貯めてみました。貯めましたね。ちょっと貯めてみました。はい、はい、放送事故のスレスレでちょっと貯めてみました。はい、はい、ということで6月19日でございます。19ですね。19ですよ、はい、ということは20日の前日です。前日ですね。はい、前日でも私たちは、6月の初旬です。はい、はい、なので状況全く分かってません。はい、はい、とりあえず、はい、明日で開けてくれたら嬉しいけど、そうですね、日本全国のいろんな状況を考えるとどうなんかなっていう。あ、もう頑張ってね、やりきります。はい、そうです、はいはい、そのためにこの番組も ね、やってますので。はい、でですね、はい、先週予告させていただいたんですけど、はい、行ってまいりました。私の取材ですね。はい、本当にね、僕だから中学生、まあ、小学生ぐらいからかな、うん、男の子ってやっぱりボクシングにハマる瞬間ってあるじゃないですか。はいはいはい、僕小さい時アニメのタイガーマスク、はいはい、伊達直人がかっこいいって言って、うん、プロレスがね好きになり、筋肉マン見たり、はい、で金曜の8時は、ワールドプロレスリング見てでも裏でね金髪先生やってるんですよ。はいはい、でうちの姉貴が6歳上の姉貴が金髪先生見たいんですよ。はい、で僕はワールドプロレスリング見たいんですよ。ほんだらもう喧嘩になるんですよ。なるでしょ、喧嘩になるんですよ。チャンネル争いですよ。はいはい、で大体僕が噛みつき攻撃で姉貴を泣かしてチャンネル取るっていうそういうことを昔からやってましたね。あ、そういう取り方、そういう戦い方をしてました。毎週戦ってました。で先週あんた見たんやから今週はいいやろって言われて、いやいや言うて泣いたら負けない。そう泣いたら負けであんまりにも喧嘩するから、俺用にちっちゃいテレビを2階に買ってくれて、でもう金髪先生やってる間あんた上上がってこれ見とくって言われてでそれで兄弟喧嘩なくなったと。あ、はい、そんなこともありましたね。はいはい、何の話してたっけそれで、はい、それで、そう、いやいや、だからその、まあ、プロレスとかにもね、うん、やっぱ男の子ってやっぱ強さに憧れるから、はいはいはい、なんですけど当時なにわのロッキーと呼ばれたヒーローがいたわけですよ。うん、はい、もうリングの上に上がって、はい、KO 勝利したりですね、スカッとする試合をしてくれはったわけですよね。でそういう試合を見てて、もうましてやなにわのロッキーでしょ、はい、ね、ロッキーってロッキーバルボアですよ。はいはい、でロッキーが何話におんねやみたいな感じで見てるわけですよ。そういう風に重ね合わせて見てたから、うん、余計そのすごく憧れていたし、そういう目で見ていた人が、まあ、引退して、で、まあ、不良の事故というか、ね、はい、試合中の事故で引退して、まあ、またどうせインタビューの中でちらっと出てくるんですけどね。うん、で俳優になって、でまたかっこよくそのスクリーンやテレビの中で活躍されてるっていうのは、本当にもう少年時代の僕にとってはもうヒーロー以外の何もんでもないというか、はい、そんな感じでしたね。はい、だからもう本当にね、分かります、そんな時から見てる人が自分の目の前にいるというのは、なんか不思議な感じですね。いやいやいや、もう不思議というか、もうね、なんかね、話してええんかなぐらいのなんか感じですよね。はい、まあ、全然神様とは思ってないけどやっぱ緊張しましたね。はい、はいはい、その緊張ぶりが多分見えるんじゃないかなっていう、伝わってくるでしょうね。なんか多分そうなんやろうなと思って。緊張しますよ、絶対。いや、緊張しました、ね、しました。なかなかあんなに緊張しない人なんですけど自分で緊張してるって言いながらやってました。すいません緊張してますって言ってその辺は正直な人なんで、はい、あんまりそういうの取り繕うのもバカバカしいんで、もう緊張したまんまでやってました。でも途中からもうね、はい、乗ってくるんですよっていうのをぜひ皆さんにも見ていただきたいんですが、はい、まあ、実は全部で、うん、20数分あるんですよ。はいはいはい、でさすがに20数分全部を、1回でやっちゃうともう終わっちゃうんで、はいはいはい、もう、はい、歩みも出てこられへんし、高橋さんも出てこられへん話になっちゃうんで、うん、前後半に分けます。あ、はいはいはい、前後半に分けます、うん、で前半が実は赤井さんのキャリアについてお話を聞いてまして、
これがね、なかなか聞けないことが聞き出せてるというか、まあまあ多分あの、はい、いろんなところで書いてあるんですけどね、うん、でもあの多分一般にはそんなに知られてない、うん、あのなんで俳優になったのかとか、はいはいはい、いろんなことをね、喋、ね、ってくれているので、うん、はい、その辺を、お聞きいただいてですね、はい、日浦の取材はありやったんかなしやったんかというのを判定していただこうという、はい、もうどう大丈夫かな俺どうなんですけどモザイクがいやモザイク俺かかるかもしれへんというね、はい、なんか多分ね判定員がねあのうずうずしてると思うんですよ2回チャンスあるんですね。いやそうそうそう2回チャンス、ね、2回チャンスある2回チャンスある、うん、今日まだ1回目、はい、2回目はまた別の日、はい、別の日にちょっとやりますで、はいはい、という感じになっておりますので、はいはい、判定員さんをお呼びしたいと思います。はい、はい、判定員の方どうぞお入りください。はい。はい、では皆さん準備はよろしいでしょうか。やってる、やってる、早速やってる、早速やってる、早速やってる。選手の出演者が早速やってる。これやもったりやりたなんねんこれ。今日も回したくなる。ねね、なんかなんか やりたくなる。はい、ということでですね、はい、参りたいと思います。はい、赤井英和さんと、それからあの、まあ、これあの映画ネバギバという、はい、あの ネバギバ新世界という映画の、主演を、赤井英和さんと、それからあの監督もされている上西雄大さんという、はい、この2人を取材させていただいたという形になっております。はい、はい、そのインタビュー前半ですね、ご覧いただいて日浦はちゃんと取材できてるのかどうなのかということを、皆さんに判定していただくという形になります。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、ということでございまして、今日は、カモンマテリアルの、ちょっと特別取材ということで、はい、今日はですね、映画ネバギバ新世界のですね、まあ、プロモーションということも兼ねてですね、はい、取材をさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、本当にですね、さっきから言ってるんですけど、僕本当にめちゃめちゃ今日は緊張してるんですけど、もうあの赤井英和さんといえばっていうぐらいで、あのキャリアスタートされたのが多分あの88年のまたまた危ないデカが一番最初なんですけど、その次に必殺仕事人のあの特別テレビのやつに、はい、あの殺し屋役で出たって、はい、でその後来たのがどついたんねんっていう感じですよね。あの一応順番というか、あの世間に出てる順番としては多分あの鳥の順番はまたあるとは思うんですけど、はい、はい、もうだからその辺からもう僕ずっと見てたんで、はい、いや見てたんでっていうか見させていただいてたんでって感じなんですけど、はい、であの大手、あの坂本潤二監督の2作目の大手も、はい、あのあれもまた新世界で、はい、ね、あの思いっきり通天閣で撮りまくってたっていうやつになりますけどね、はい、はい、あれは、なんとか僕はあの見に行けたので、ああの梅田 あの当時ゴルフドームがなくなって、あの駐車場になってた広いところにあのテント立てて、ドームで、ね、あのはい、パイプ椅子に座って、はい、めちゃめちゃおもろいなあいならケツさすってたっていうそんな感じで見させていただいたのが、はい、あの2作目で初めてスクリーンで見させていただいたという感じになるかと思うんですけども、はい、あのまあ、赤井さんとしてはその俳優デビューっていうのはそのボクサーやってらっしゃるところ時から考えてはったんですか。いや全く考えてません、ね、ええ、タイトル戦で、まあ、不良の事故というか、試合中の事故で、まあ、開頭手術までされて、でそこからの話なんですよね、はい、あら、何のきっかけでそういう道に行かれる感じだったんですか。まあ、あのそれからね、もうブラブラしてた時期があったんですけども、はい、週に何回か、まあ、退院してからも通院してる時期がありまして、でもうブラブラしてるしかなかったんですけども、まあ、そうやったらあのうちのお前の後輩たちを押し合ってくれということで、近代のボクシングに、はいはいはい、あの1985年の2月の5日が試合で、3月13日が退院で、その年の9月の30日に大学から辞令をいただいて、うん、ボクシングの、コーチに行かせていただきました、ね、はい、まあ、つい最近まで現役でやってたし、はい、あのエディさんにいっぱい愛情とテクニックをもらった、はいはい、若い学生たちに伝えていくのは自分にとってやりがいのある仕事だったんですけども、道場終わっての22時間半という間は本当に何もすることがなくて、酒ばっかり飲んでるような状態だったんです、はい、で、まあ、ブラブラしている中でも
ちょっと現役当時お世話になった先輩やったや社長やら今のところちょ挨拶しに行こうと時間はありますから、はい、でどうもされました元気になりました、まあ、これからまた頑張りますで挨拶行ってる中に笑福亭鶴瓶さんあ挨拶行こうと、はいはいはい、であの事務所梅田にああの制作事務所持ってらっしゃって、はい、で行ってお久しぶり、まあ、高校の先輩ですからいろいろと私が高校時代からもう来てくださって通っていただいた先輩でその事務所に通ってる間にあそうやったらお前の人生おもろいから本に書けへんかって言ったのがどっついたるねんという本が なるほどなるほどあれが原作ですもんね、はい、あの一作目のそれをご覧いただいた坂本淳二監督がうちの家に来てくださって東京から、はいはい、であの赤井君のこの話面白いと思うし俺も今助監督でそれで、監督デビューしようと思うあのこの話赤井君が赤井君の役をするんやって俺にしたらもうこんなチャンスも二度もないと思いましてもう命がけみたいな気持ちで取り組みました。あのもう当時83キロ4キロぐらいまでもう太ってやってたんですよ。ではカメラ回されへんと僕さんには見えへん痩せろ、一番痩せたのがスチール撮り写真撮った時が 67.5 ぐらいだったんですね。ですからもう10何キロ、はい、15キロ、はい、6キロぐらいはもう絞ったりとかした、はいはい、まあその中で初めての演技というもう膨大なセリフをもうでもうもう NG 出しまくりながらもう何テイクも何テイクも何テイクももうあの時もスタッフもあまたかえい感じなんで、はい、あの映画あのワンシーンワンカットで撮ってるが多いんですね、はいはい、あのというのもあのこっちから撮ってまた切り返しあって俺が気持ちがつながらなかったりとかすることもあるし、はいはい、あのそんなもう考慮されて坂本監督がワンシーンワンカットで撮ってあもうまあこの時からもうね勉強もしたことないしもう活字を読むことないのにもう必死になって覚えてやってできた作品で2月の5日クランクインアップが3月13日やったんですけどもあのもう終わったらもうとにかく泥のように眠りたいのに初めてで、そのつながったのが見たのが4月29日の、あのあそこ何時やったかな登場会館でした。あで、試写会があってで皆さん観客の後ろで私が見てましてああなんで監督がそうやってもう持ったあと10倍怒れもう気持ちよく10倍もう20倍出せとかいうのはおっしゃったのはこういうことかいうのも初めてガーデンが言ったんですけどもスクリーンでご覧になっていただいたお客さんよりもまあビデオで当たった作品ですしあの単館上映だったんであまりご覧になった方は少なかったと思うんですけども、まあ、そうあの評価されてでもまだ次の仕事は決まらない時期だったんですけども、まあ、それから何年かしてからちょこちょこにテレビやら映画とか出していただくようになりまして現在に至ります。だってその後がすごいですよね。でもあのだから2作目大手の前後ぐらいから、はい、あのものすごいいっぱい出てありますよね。でタイガーも出られたしあ、まあねあのはい、タイガーなんか2つ出たじゃないですか。 ありがとうございます、はい、あの両方とも見てましたが太平記もああの楠木正面役の、ねはいねはいとあとあの石川五右衛門ですね、はい、秀吉の、はい、もうめちゃめちゃ見てましたけどもありがとうございます、はい、やっぱだからなんていうんですかねその間だからすごい精進されたんやろうなって思うんですよね。まあ、精進というかもうどんなどんもドラマにしても映画にしても舞台にしてももうずっと必死でやってました、はい、意外にあれですよね恋愛もの出てはるんですよね。あの香港のあの恋愛のもののやつとか、はい、あれ当て後でアフレコというか、はい、そうですね、向こうの人が声変えて言うてはるんですけど、はい、あれもすごいですよね。なんかあれ恋愛もんですもんね完璧に。そうです、はい、もう香港行ってもう言葉もわからなかった。今までもう毎回もう NG も多いですしね、もうテイク20とかいうのもありましたよ今は、はいはい、でも今回の「粘りギバ新世界」に関して言うならば、はい、監督が書いていただいたもうそのね本があったんで、はい、すぐこの気持ちに入ってきましてもうここでセリフを言うでなしにここからなんか気持ちが出る感じがしまして台本読ませていただいてもう勝吉が自分の体の中に入ってきたような気がしました。なるほど、はい、なるほど。
いやでも確かに見ててそうですね、なんかあの無理のないあの脚本というか、ありがとうございます、あの心の流れに無理がないというか、すごい見てて思いましたから、なんかあの本当に勝吉っていう感じでそこにいらっしゃる存在感がすごかったですね。ありがとうございます。はい、いやあとね、僕実はアクネさんとちょっとだけ知り合いなんですよ。アクネさんわかります？花ちゃんの味噌汁、あやられましたね。はい、いやだからなんかアクネさんからも言われてたのは、赤井さんは本当に気持ちで芝居をしてくれはるし、あのその時に必要なことがあったらもう気持ちで動いてくれはるから、すごく助かったっていう。いえ、まあまあそういう意味では今回のネバイワーは本当にその気持ちの入れる役であり、はい、もうその勝吉であったと思います、はい、まあ、そう書いてくださった、はい、あの植西監督の台本の力というものをすごく今回作品、なるほど、はい、まあほんま30年やってきてほんま NG なかったようなの今生まれて初めてNG なかったんですか？うん、もう手ないですね、もう NG、すごい、いやこれはほんま NG どころかほとんどもう一発、全部一発 OK です。だからもう連日3時間以上巻いてますから、はい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 、すごい、いやもう生まれて初めてまあそんだけやっぱりこうあの植西監督書いてくださった本も、勝吉というのはもう自分の中の腹に入ってきてくれたんやなと思います。はい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 、なるほど、はい、はい、ということで終わりましたという感じでございました。さあどうでしたでしょうか、私は、ちゃんと聞き出せてたんでしょうかいやでもね、絶対俺自信あるのはあの話はなかなかこうねいろんなところではしてないから、多分初めて聞く人も結構いたんじゃないかなと、はい、なんで俳優なと、おおそうやったんやみたいなのが ね、あるんじゃないかなと思うので、皆さんその辺も考慮してね、はい、ぜひお願いしたいと思うんですが、はい、それでは、判定まいります。なんか自分で言ってるのもあれやねんけど、まあいいや、いきます。このプレゼンありかなしか判定。おーよかった、あーよかった、よかった、消えへんかった。いやいやいや、これで消えたらなんかちょっとね、あの上西監督にも悪いなと思いながらおいおい次の回大丈夫かって思われちゃうけどいやでもね、どうでした、こう 聞かれてあの話いろいろありましたけど。いやなんか、うん、なんだろう、イメージがなんか違いましたね。ああそうですか、赤井さんのなんか、うん、あそうそう、うん、どういう違い、どんな感じ。いや もっとこうね、うん、バッと喋る方かな。あはいはいはい、まあ基本的にボクサーですからね、はい、話し家さんとかじゃないから、まあ、でもやっぱしゃべりはあの何やろう、 MC もともとやってはっただけあってね、はいはい、しゃべりだしたらあのあ そうです、ね、しゃべらはる人のしゃべり方やな、うん、みたいな感じがしましたけどね、はい、さすが考えた。だから最初に、まあ、日浦さんの緊張感伝わってきましたし赤井さんもなんか緊張されてたような、あかもしんない、伝わってきましたね、なんかね、うん、多分だいぶ知ってたからみたいなっていうことなんかな、どうか分かんない、まあ、ご本人聞かないと分かんないですけどね、はいはいはい、高橋さんどうでしたか、はい、面白いですね、まあ、私は別のパターンですけどね。あそうそう、高橋さんも実は同じ日に別の時間帯で、はい、あの取材されてるんですよ、はいはい、またそのインタビューの模様はまたあのラジオでね、はい、はい、という感じなんですけどね、はいはい、瀬島さんはどうでした、その私はあの日浦さん その知識のすごさにしましたほんまにね好きなんですよリアルに、はい、超リアルにファンなんですよね、はい、本当に本当に、まあ、あのどついたるね何回見たか分かれへん、はい、あの大手はあの結局ビデオ買いましたからね、うん、はい、うん、でもねビデオなんですよ、 VHS なんですよだから見れないの今みたいな感じかな、はい、うん、あゆみちゃんはどうやった。赤井さんもすごいなんか記憶力がすごいです、うん、あそうそうなんよ、あれすごかったよね、すごいですよね、すごいよね、何年何月何日みたいな、そうです、ね、全部覚えてはるんですよね、ランクインがこの日でこの日でそう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 びっくりした、すごい、あれはちょっと本当に逆にサブイボ立ちましたさすがというかすごいなと思う、あれはなかなかでもね、うん、俳優さんでもあそこまで覚えてはる人いないですね、いやいやいや本当にもうさすが赤井さん、でもその赤井さんが、暴れ回る、姿が、今度、7月からですね、上映される、映画ネバギバ新世界
もう舞台が新世界。そうなんですね。もう思いっきり通天閣です。はいはいはい、っていうか通天閣だるまとか、もうだるまの社長出てきますから。あ、そうなんだ。だるまの社長がね、セリフ喋ってますから、ね。でびっくりしたのが、あのだるまの社長もそうなんですけど、もう一人あの草刈社長っていう人がいるんですけど、はい、この人も僕あの飲み友達というか知り合いなんですけど、あのうわ草刈社長出てるとか、見たりとかもしてるんですけどね、はい、はい、まあいろんなね、あの関西のアイコンも出てくるし、はい、まあ楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、で、この後編、取材の後編ですね、はいはい、今度は、はい、今回ちょっと上西監督ちらっとしか出てこないんで、はいはいはい、で後編は上西監督、まあ、かなり出てこられますんで、はい、後編の映画についてかなり、ね、はい、細かく聞いてるやつを、またですね、7月入ってからなんですけども、はいはい、来週がね、あの月1レギュラー主査系になりますんで、はい、一周おきまして、7月の頭の、はい、配信で、後編の、上西監督のインタビューをお送りしたいと思っておりますので、はい、また俺またこの丸か×かになるよね。安定される、というのを皆さん楽しみにしていただければなと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、あゆみ、はい、はい、おはようございます。おはようございます。はい、19日ということで、はい、明日からどうなっていることか、どうなってるんでしょうね、はい、ということで、まあ、はい、開けていたら、あの、はい、ホームページの方に、はい、イベント情報なり何なり載せておりますので、はい、ぜひご覧ください。はい、何ヶ月ぶりかにこの店が開くのか、開くのかどうかっていうのは今、まあ、私たちも分かんない。でも、まあ、今のね、放送見てる方は分かってらっしゃると思う、うん、でもあれでしょ、19日土曜で20日が日曜日だから、うん、開くとしたら21か。あ、そうです ね、 ね、 そうですね、月曜日からになりますので、はいはい、ということで皆さん慌てず、はい、あの、はい、急に明日とか来ないでね。ですね、ホームページ見て空いてるか空いてないか確認してきていただきたい、はい、そうですね、はい、ホームページ見てください。はい、はい、じゃあ帰ろうかな。帰ろうかな、帰りたくないけど帰ろうかな。はい、はい、ありがとうございました。高橋さん、はい、ごめんなさい。シネマコミュニケーター高橋です。シネマというのコーナーでございます。はい、はい、あのね、あゆみさんこの番組少ないですけどね、うん、あの大阪さんも II の方でね、1週間で、ね、あ、そうですね、今月は、はいはいはい、出ていただいてますんで、ね、それは短いですよね、はい、まあ、いろいろ話してますんで、はい、今回だから番組と配信のね、はい、大阪さんの時に多めに喋ってね、でこの番組でも多めにしたんですけどね、はいはい、先週あゆみさんが FMI 出ていただきまして、はい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 、その時にした話の映像版ということで、おお、きた、今日はやらさせていただこうかなと思います、はいはいはい、またあの、赤井さんのやつはね、今後、特集でやりますし、赤井さんと上西監督のも今月、生放送、はい、高橋君が朝やってます、柴山監督の方でもお二人のコメント流してますので、はいはい、よろしくお願いします。これ6月、まあ、ジューンブライトということでね、恋愛の話しましょうということで、はい、この間あゆみさんと話させていただきました、はい、監督にも聞いていただきました、はい、高橋恋愛3部作の1と2でございます。今日は、はい、まず A ですね、はいはい、リトルロマンスでございます、はいはい、ジョージ・ロイヒル監督、汗向かっていたとか、スティングですね、監督でございますけど、はい、これ曲は、ジョルジュ・ドルジュ、また言いにくい、第52回アカデミー賞のオリジナル作曲賞を取りました。若い2人、小学生かな、中学生かな、なんか頭が賢い2人なんですけど、まあ、それでこう自由がなくて、縛られてて、あんまり恋愛しなかったんですけど、2人が偶然、うん、ルーブル美術館で会って、ありがとうございます。で、それも頭がいいんですよね。うん、で、まあ、そういうことで出会って、付き合ってるんですけども、1回は離れて、はい、でその時、今度戻った時に、まだルーブル美術館で、ある、老人さん、ある人ですよ、出てこない、老人。ローレンス・オリビエ、ローレンス・オリビエが出てきて、ベニスのため息橋の下でキスをすると永遠に結ばれるよっていう話で、まあ、いろんな、警察官とかに追われながらも、そのため息の橋に行って、はい、キスをするという映画です。なるほど、はい、ありがとうございます。ロマンス、まさに、ね、これで、まあ、この映画を見て、まあ、永遠にときめくとね、はい、俗に言いますとね、ABCD と言いますとね、はいはい、俗語がありますけど、これは A の映画でございます。なるほど、それで A か。そうでございます。なるほど。で、これのは、B、C の話でございます。いやー、はい、こちらが、もうこれでもう壁ドンしてますからね、もう。そうです。先あれですよ、すみません。ダイヤね、さっきのは、
初主演ですね、初出演作ですね、はい、でこれはまあブルックシーズが出て、はい、我々これで人気になったのか、はい、まあ、コソネマにプリティ、ベイビーとか、ね、そういうのもあったんですけどね、はい、これも、ヒットエンドレスラブとかね、はい、ダイオン・リッチーとダイアン・ロスのデュエットが、まあ、流行った曲で皆さんご存知だと思いますけど、はい、これもまあ結ばれる2人がやっぱりいろんな問題があって離れ離れになったりとかして、あの火災事件を起こすんですよ、うん、それでまあちょっとあかんやろうっていう感じの、これも永遠の愛を、描いた作品でございます、はい、これトム・クルーズがねちょろっと出てるんです。ああそうですか、これデビューだから本当はトム・クルーズのデビュー作でございます、はい、でもまあダイアン・レイン、あのじゃあちゃんダイアン・レインさんブルックシーズが割と有名になった作品でございます、はいはいはい、これでまあ、はい、B、C の話ですね、はいはい、こっちは B、C がないんで、はい、A だけなんですけどね、はい、これは B、C の作品なので、はい、高橋、3部作の A と B、C なんですけど、で B の話はですね、はい、この、あの、ま、カモンじゃなしに前のテストスクリームなんとか、はい、あ、はいはい、あの 1回目で話をしてる、ペギー・スーの結婚、あ、はい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 、あれであの映画を見て結婚を決めたっていう、ね、はい、高橋恋愛3部作ございます、はいはい、今後の FMII でこのエンデスラブのテーマ曲と、はい、このリトルノマスの日本イメージバージョン、はい、サンセットキスのですね、はい、音源がありますので、それは放送で流させていただくということで、皆さん、それを聞きながらキスしてください、はい、はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございます。はい、はい、ということで、はい、エンディングまで走ってきたんですけど、まあなんかね、やっぱその自分が小さい時から憧れてた人が目の前に来るってこういう感覚なんやって、うん、ないあんまりないないです、ね、本当にないですよ ね、うん、あの僕だからプロレスが好きで、はい、あのプロレスラー目の前にした時とかでも別にそこまではなんかそんなものすごい緊張したりとかなかったんですよ、はいはい、まあアントニオ猪木さんだけはちょっとオーラがあったんでだいぶちょっと違うなっていうのはありましたけど、そういうそんな別に他の人もこの間も僕あの藤波さんと一緒に写真も撮ったりとかさせてもらったんですけど、そんな、いや藤波さんすごい人なんですよ、すごい人なんですけど、そこまであれだと思うんですけど、赤井さんはちょっとやっぱね、なんか違いましたねやっぱね、はいはい、すごく感じました、はい、というのがなんとなく伝わったんじゃないかなと思うんですが、はい、また後編がね、そうですね、楽しみですね、これね、再来週に配信になりますので、はい、皆さんまたそちらも期待して、見ていただければと思うんですけど、はい、はい、まあ明日でどうなってるのかよく分かんないんですけど、ね、うん、まだ本当に、ね、すいません、6月頭ですなので全然分かんないです、ね、全然分かんないですまあ、あのワクチンがねどんどん進んでいったら、はいはいはい、もうちょっと変わるのかなと思ってはいるんですけども、うん、はい、そうなることを祈りながら、はい、今日はこれでお別れしたいと思います、はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。